恋愛において一番大切なのは別れ際だって言ってもいいだろうね。人を傷つけても平気なやつは恋愛をする資格がない。いつも別れるときは自分の方が苦しむような別れ方の方がいいと思うね。苦しみってやつも時間が経つとほろ苦い、そしていつかはもっと甘い思い出になるもんさ。いや何も苦労して綺麗な思い出を作ることはないんだよ。思い出の種なんてやつはどこにでも転がってる。使い古した切符とか隣の部屋から聞こえてくる下手なピアノとか天井についた節穴の数とかね。